ジオン軍の量産機で、俗に、陸戦型仕様の格闘能力を強化した改良型。青い機体色と、両肩の反りが得たスパイクが特徴で、ランバラル隊が登場する機体。今宵はこのガンプラをレッツクラフ。どうもこんにちは、佐藤と申します。早速ですが、HG リバイブのグフをグラデーション塗装で作ってみます。そそくさと切り出しして、サクサク仮組を終わらせましょう。ランナー数はポリキャップ含め10枚、パーツ数も少ないのですごく組み立てやすい。初登場時の青いザクキや、違う、の衝撃や、ザクとは違うのだよ、ザクとは、のセリフ。そして最後の白兵戦を仕掛けてからの自爆シーンは心にくるものがありました。仮組完了、やはりグフ、かっこいい。男のロマンが詰まった機体だ。よし、グラデーション塗装で渋さ、マシマシで塗装だ。下地塗装にクレオスの黒サフとグレーサフを調色。調色した塗料をパーツすべてに塗装していきます。すべてを暗いグレーに染めたのならば、準備は OK。クレオスのスカイブルーとインジブルーを混ぜて、グフ色を作るよ。グラデーション塗装なので、エアブラシで円を描くように部分的にしっかりした塗装をしていきます。もうちょっとで完成、塗装後の墨入れをエナメル塗料でやって。マークセッターを使って貼り付けていきます。最後にクレオスの艶消しスムースクリアーを塗装したならば、ご視聴ありがとうございました。今回は HG リバイブ版のグフを作ってみた動画でした。それでは、また次回の動画でお会いしましょう。